ローマ人への手紙第一章。キリストイエスのしもべ、神の福音のために選び分かたれ、召されて使徒となったパウロから、この福音は神が預言者たちにより聖書の中であらかじめ約束されたものであって、巫女に関するものである。巫女は肉によればダビデの子孫から生まれ、聖なる霊によれば死人からの復活により道からをもって神の巫女と定められた。これが私たちの主イエス・キリストである。私たちはその皆のためにすべての異邦人を信仰の従順に至らせるようにと、彼によって恵みと使徒の務めとを受けたのであり、あなた方もまた彼らの中にあって召されてイエス・キリストに属するものとなったのである。ローマにいる神に愛され召された聖徒一同へ、私たちの父なる神および主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。まず第一に、私はあなた方の信仰が全世界に言い伝えられていることをイエス・キリストによってあなた方一同のために私の神に感謝する。私は祈りの旅ごとに絶えずあなた方を覚え、いつかは身胸にかなって道が開かれ、どうにかしてあなた方のところに行けるようにと願っている。このことについて私のために証しをしてくださるのは、私が霊により巫女の福音を述べ伝えて仕えている神である。私はあなた方に会うことを熱望している。あなた方に霊の賜物を幾分でも分け与えて力づけたいからである。それはあなた方の中にいて、あなた方と私とのお互いの信仰によって共に励まし合うために他ならない。兄弟たちよ、このことを知らずにいてもらいたくない。私は他の異邦人の間で得たように、あなた方の間でも幾分かの実を得るためにあなた方のところに行こうとしばしば企てたが、今まで妨げられてきた。私にはギリシャ人にも未開の人にも賢い者にも無知な者にも果たすべき責任がある。そこで私としての切なる願いは、ローマにいるあなた方にも福音を述べ伝えることなのである。私は福音を恥としない。それはユダヤ人をはじめギリシャ人にもすべて信じる者に救いを得させる神の力である。神の義はその福音の中に掲示され、信仰に始まり信仰に至らせる。これは信仰による義人は生きると書いてある通りである。神の怒りは不義をもって真理を阻もうとする人間のあらゆる不信心と不義とに対して天から掲示される。なぜなら神について知りうる事柄は彼らには明らかであり、神がそれを彼らに明らかにされたのである。神の見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性とは、天地創造からこれまで被造物において知られていて明らかに認められるからである。したがって彼らには弁解の余地がない。なぜなら彼らは神を知っていながら神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからである。彼らは自ら知者と称しながら愚かになり、不朽の神の栄光を変えて朽ちる人間や鳥や獣や這う者の像に似せたのである。故に神は彼らが心の欲情に駆られ、自分の体を互いに恥ずかしめて汚すままに任せられた。彼らは神の真理を変えて虚偽とし、創造者の代わりに偽造物を拝み、これに仕えたのである。創造者こそ永遠に褒むべき方である。アーメン。それゆえ神は彼らを恥ずべき情欲に任せられた。すなわち彼らの中の女はその自然の関係を不自然なものに変え、男もまた同じように女との自然の関係を捨てて互いにその情欲の炎を燃やし、男は男に対して恥ずべきことをなし、そしてその乱行の当然の報いを身に受けたのである。そして彼らは神を認めることを正しいとしなかったので、神は彼らを正しからぬ思いに渡し、なすべからざることをなすに任せられた。すなわち彼らはあらゆる不義と悪と貪欲と悪意とにあふれ、妬みと殺意と争いと詐欺と悪念とに満ち、また陰口を言う者、そしる者、神を憎む者、不尊な者、高慢な者、大言相互する者、悪
悪事を企む者、親に逆らう者となり、無知、不誠実、無情、無慈悲な者となっている。彼らはこうしたことを行う者どもが死に値するという神の定めをよく知りながら、自らそれを行うばかりではなく、それを行う者どもを是認さえしている。ローマ人への手紙第2章。だから、ああ、すべて人を裁く者よ、あなたには弁解の余地がない。あなたは他人を裁くことによって自分自身を罪に定めている。裁くあなたも同じことを行っているからである。私たちは神の裁きがこのようなことを行う者どもの上に正しく下ることを知っている。ああ、このようなことを行う者どもを裁きながら、しかも自ら同じことを行う人よ、あなたは神の裁きを逃れうると思うのか。それとも神の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないで、その慈愛と忍耐と寛容との富を軽んじるのか。あなたの頑なな悔い改めのない心のゆえに、あなたは神の正しい裁きの現れる怒りの日のために神の怒りを自分の身に積んでいるのである。神はおのおのにその技に従って報いられる。すなわち、一方では耐え忍んで善を行って、光栄と誉れと朽ちぬものとを求める人に永遠の命が与えられ、他方では党派心を抱き、真理に従わないで不義に従う人に怒りと激しい憤りとが加えられる。悪を行うすべての人には、ユダヤ人をはじめギリシャ人にも困難と苦悩とが与えられ、善を行うすべての人には、ユダヤ人をはじめギリシャ人にも光栄と誉れと平安とが与えられる。なぜなら神には偏り見ることがないからである。そのわけは、律法なしに罪を犯した者はまた律法なしに滅び、律法のもとで罪を犯した者は律法によって裁かれる。なぜなら律法を聞く者が神の前に義なる者ではなく、律法を行う者が義とされるからである。すなわち、律法を持たない違法人が自然のままで律法の命じることを行うなら、たとえ律法を持たなくても彼らにとっては自分自身が律法なのである。彼らは律法の要求がその心に記されていることを表し、そのことを彼らの両親も共に証しをして、その判断が互いに、あるいは訴え、あるいは弁明し合うのである。そしてこれらのことは、私の福音によれば、神がキリストイエスによって人々の隠れた事柄を裁かれるその日に明らかにされるであろう。もしあなたが自らユダヤ人と称し、律法に安んじ、神を誇りとし、身旨を知り、律法に教えられてなすべきことをわきまえており、さらに知識と真理とが律法の中に形をとっているとして、自ら目の見えぬ者の手引き、闇におる者の光、愚かな者の導き手、幼子の教師をもって任じているのなら、なぜ人を教えて自分を教えないのか。盗むなと人に説いて自らは盗むのか。姦淫するなと言って自らは姦淫するのか。偶像を忌み嫌いながら自らは宮の者をかすめるのか。律法を誇りとしながら自らは律法に違反して神を侮っているのか。聖書に書いてある通り、神の皆はあなた方のゆえに異邦人の間で汚されている。もしあなたが律法を行うなら、なるほど、割礼は役に立とう。しかしもし律法を犯すなら、あなたの割礼は無割礼となってしまう。だからもし無割礼の者が律法の規定を守るなら、その無割礼は割礼とみなされるではないか。かつ生まれながら無割礼の者であって、律法を全うする者は律法の文字と割礼とを持ちながら律法を犯しているあなたを裁くのである。というのは、外見上のユダヤ人がユダヤ人ではなく、また外見上の肉における割礼が割礼でもない。かえって隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、また文字によらず霊による心の割礼こそ割礼であって、その誉れは人からではなく神から来るのである。ローマ人への手紙第3章。ではユダヤ人の優れている点は何か。
また割礼の益は何か。それはいろいろの点で数多くある。まず第一に、神の言葉が彼らに委ねられたことである。するとどうなるのか。もし彼らのうちに不真実のものがあったとしたら、その不真実によって神の真実は無になるであろうか。断じてそうではない。あらゆる人を偽り者としても、神を真実な方とすべきである。それはあなたが言葉を述べるときは義とせられ、あなたが裁きを受けるとき勝利を得るためと書いてある通りである。しかし、もし私たちの不義が神の義を明らかにするとしたら、何と言うべきか。怒りを下す神は不義であるというのか。これは人間的な言い方ではある。断じてそうではない。もしそうであったら、神はこの世をどう裁かれるだろうか。しかし、もし神の真実が私の偽りにより一層明らかにされて神の栄光となるなら、どうして私はなおも罪人として裁かれるのだろうか。むしろ善をきたらせるために私たちは悪をしようではないか。私たちがそう言っているとある人々はそしっている。彼らが罰せられるのは当然である。するとどうなるのか。私たちには何か勝ったところがあるのか。絶対にない。ユダヤ人もギリシャ人もことごとく罪のもとにあることを私たちはすでに指摘した。次のように書いてある。義人はいない、一人もいない。悟りのある人はいない、神を求める人はいない。すべての人は迷い出てことごとく無益なものになっている。善を行う者はいない、一人もいない。彼らの喉は開いた墓であり、彼らはその下で人を欺き、彼らの唇にはマムシの毒があり、彼らの口は呪いと苦い言葉とで満ちている。彼らの足は血を流すのに早く、彼らの道には破壊と悲惨とがある。そして彼らは平和の道を知らない。彼らの目の前には神に対する恐れがない。さて、私たちが知っているように、すべて律法の言うところは律法のもとにある者たちに対して語られている。それはすべての口が塞がれ、全世界が神の裁きに服するためである。なぜなら、律法を行うことによってはすべての人間は神の前に義とせられないからである。律法によっては罪の自覚が生じるのみである。しかし今や神の義が律法とは別に、しかも律法と預言者とによって明かしされて表された。それはイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、すべて信じる人に与えられるものである。そこには何らの差別もない。すなわち、すべての人は罪を犯したため神の栄光を受けられなくなっており、彼らは値なしに神の恵みによりキリストイエスによる贖いによって義とされるのである。神はこのキリストを立てて、その血による信仰をもって受くべき贖いの備え物とされた。それは神の義を示すためであった。すなわち、今までに犯された罪を神は忍耐をもって見逃しておられたが、それは今の時に神の義を示すためであった。こうして神自らが義となり、さらにイエスを信じる者を義とされるのである。すると、どこに私たちの誇りがあるのか。全くない。何の法則によってか、行いの法則によってか。そうではなく、信仰の法則によってである。私たちはこう思う。人が義とされるのは律法の行いによるのではなく、信仰によるのである。それとも神はユダヤ人だけの神であろうか。また異邦人の神であるのではないか。確かに異邦人の神でもある。まことに神は唯一であって、割礼のあるものを信仰によって義とし、また無割礼のものをも信仰のゆえに義とされるのである。すると、信仰のゆえに私たちは律法を無効にするのであるか。断じてそうではない。かえってそれによって律法を確立するのである。ローマ人への手紙第4章。それでは、肉による私たちの先祖アブラハムの場合については何と言ったらよいか。もしアブラハムがその行いによって義とされたのであれば、彼は誇ることができよう。しかし、神の御前ではできない。なぜなら、聖書は何と言っているか。
アブラハムは神を信じた。それによって彼は義と認められた、とある。一体働く人に対する報酬は恩恵としてではなく、当然の支払いとして認められる。しかし、働きはなくても不信心なものを義とする方を信じる人は、その信仰が義と認められるのである。ダビデもまた、行いがなくても神に義と認められた人の幸福について次のように言っている。不法を許され罪を負われた人たちは幸いである。罪を主に認められない人は幸いである。さて、この幸福は割礼の者だけが受けるのか、それとも無割礼の者にも及ぶのか。私たちは言う、アブラハムにはその信仰が義と認められたのである。それではどういう場合にそう認められたのか。割礼を受けてからか、それとも受ける前か。割礼を受けてからではなく、無割礼の時であった。そしてアブラハムは割礼という印を受けたが、それは無割礼のままで信仰によって受けた義の証印であって、彼が無割礼のままで信じて義とされるに至るすべての人の父となり、かつ割礼の者の父となるためなのである。割礼の者というのは、割礼を受けた者ばかりではなく、我らの父アブラハムが無割礼の時に持っていた信仰の足跡を踏む人々をも指すのである。なぜなら、世界を相続させるとの約束がアブラハムとその子孫とに対してなされたのは、律法によるのではなく信仰の義によるからである。もし律法に立つ人々が相続人であるとすれば、信仰は虚しくなり、約束もまた無効になってしまう。一体律法は怒りを招くものであって、律法のないところには違反なるものはない。このようなわけで、すべては信仰によるのである。それは恵みによるのであって、すべての子孫に、すなわち律法に立つ者にだけではなく、アブラハムの信仰に従う者にもこの約束が保証されるのである。アブラハムは神の前で、私たちすべての者の父であって、私はあなたを立てて多くの国民の父としたと書いてある通りである。彼はこの神、すなわち死人を生かし無から有を呼び出される神を信じたのである。彼は望み得ないのになおも望みつつ信じた。そのために、あなたの子孫はこうなるであろうと言われている通り、多くの国民の父となったのである。すなわち、およそ100歳となって彼自身の体が死んだ状態であり、またサラの胎が不妊であるのを認めながらも、なお彼の信仰は弱らなかった。彼は神の約束を不信仰のゆえに疑うようなことはせず、かえって信仰によって強められ、栄光を神に帰し、神はその約束されたことをまた成就することができると確信した。だから彼は義と認められたのである。しかし、義と認められたと書いてあるのは、アブラハムのためだけではなく、私たちのためでもあって、私たちの主イエスを死人の中からよみがえらせた方を信じる私たちも義と認められるのである。主は私たちの罪過のために死に渡され、私たちが義とされるためによみがえらされたのである。ローマ人への手紙第5章。このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストにより神に対して平和を得ている。私たちはさらに彼により今立っているこの恵みに信仰によって導き入れられ、そして神の栄光に預かる希望を持って喜んでいる。それだけではなく、患難をも喜んでいる。なぜなら、患難は忍耐を生み出し、忍耐は伝達を生み出し、伝達は希望を生み出すことを知っているからである。そして希望は失望に終わることはない。なぜなら、私たちに賜っている聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからである。私たちがまだ弱かった頃、キリストは時至って不信心な者たちのために死んでくださったのである。正しい人のために死ぬ者はほとんどいないであろう。善人のためには進んで死ぬ者もあるいはいるであろう。しかし、まだ罪人であった時、私たちのためにキリストが死んでくださったことによって、神は私たちに対する愛を示されたのである。私たちはキリストの血によって今は義とされているのだから、なおさら彼によって
神の怒りから救われるであろう。もし私たちが敵であった時でさえ、巫女の死によって神との和解を受けたとすれば、和解を受けている今はなおさら彼の命によって救われるであろう。そればかりではなく、私たちは今や和解を得させてくださった私たちの主イエス・キリストによって神を喜ぶのである。このようなわけで、一人の人によって罪がこの世に入り、また罪によって死が入ってきたように、こうしてすべての人が罪を犯したので死が全人類に入り込んだのである。というのは、律法以前にも罪は世にあったが、律法がなければ罪は罪として認められないのである。しかしアダムからモーセまでの間においても、アダムの違反と同じような罪を犯さなかった者も死の支配を免れなかった。このアダムは来たるべきものの型である。しかし恵みの賜物は罪化の場合とは異なっている。すなわち、もし一人の罪化のために多くの人が死んだとすれば、まして神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みによる賜物とは、さらに豊かに多くの人々に満ち溢れたはずではないか。かつこの賜物は一人の犯した罪の結果とは異なっている。なぜなら裁きの場合は一人の罪化から罪に定めることになったが、恵みの場合には多くの人の罪化から義とする結果になるからである。もし一人の罪化によってその一人を通して死が支配するに至ったとすれば、まして溢れるばかりの恵みと義の賜物とを受けている者たちは、一人のイエス・キリストを通し命にあってさらに力強く支配するはずではないか。このようなわけで、一人の罪化によって全ての人が罪に定められたように、一人の義なる行為によって命を得させる義が全ての人に及ぶのである。すなわち、一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたと同じように、一人の従順によって多くの人が義人とされるのである。律法が入り込んできたのは罪化の増し加わるためである。しかし罪の増し加わったところには、恵みもますます満ち溢れた。それは罪が死によって支配するに至ったように、恵みもまた義によって支配し、私たちの主イエス・キリストにより永遠の命を得させるためである。ローマ人への手紙第6章。では私たちは何と言おうか。恵みが増し加わるために罪にとどまるべきであろうか。断じてそうではない。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおその中に生きておれるだろうか。それともあなた方は知らないのか。キリストイエスに預かるバプテスマを受けた私たちは、彼の死に預かるバプテスマを受けたのである。すなわち、私たちはその死に預かるバプテスマによって彼と共に葬られたのである。それはキリストが父の栄光によって死人の中からよみがえらされたように、私たちもまた新しい命に生きるためである。もし私たちが彼に結びついてその死の様に等しくなるなら、さらに彼の復活の様にも等しくなるであろう。私たちはこのことを知っている。私たちのうちの古き人はキリストと共に十字架につけられた。それはこの罪の体が滅び、私たちがもはや罪の奴隷となることがないためである。それはすでに死んだ者は罪から解放されているからである。もし私たちがキリストと共に死んだなら、また彼と共に生きることを信じる。キリストは死人の中からよみがえらされて、もはや死ぬことがなく、死はもはや彼を支配しないことを知っているからである。なぜならキリストが死んだのはただ一度罪に対して死んだのであり、キリストが生きるのは神に生きるのだからである。このようにあなた方自身も罪に対して死んだものであり、キリストイエスにあって神に生きているものであることを認むべきである。だからあなた方の死ぬべき体を罪の支配に委ねて、その情欲に従わせることをせず、またあなた方の死体を不義の武器として罪に捧げてはならない。むしろ死人の中から生かされたものとして自分自身を神に捧げ、自分の死体を義の武器として神に捧げるがよい。なぜならあなた方は律法のもとにあるのではなく、恵みのもとにあるので、罪に支配されることはないからである。それではどうなのか。律法のもとにではなく恵みのもとにあるからといって、私たちは罪を犯すべきであろうか。
断じてそうではない。あなた方は知らないのか。あなた方自身が誰かのしもべになって服従するなら、あなた方は自分の服従するそのもののしもべであって、死に至る罪のしもべともなり、あるいは義に至る従順のしもべともなるのである。しかし神は感謝すべきかな。あなた方は罪のしもべであったが、伝えられた教えの基準に心から服従して罪から解放され義のしもべとなった。私は人間的な言い方をするが、それはあなた方の肉の弱さのゆえである。あなた方はかつて自分の死体を汚れと不法とのしもべとして捧げて不法に陥ったように、今や自分の死体を義のしもべとして捧げて清くならねばならない。あなた方が罪のしもべであったときは、義とは縁のないものであった。そのときあなた方はどんな実を結んだのか。それは今では恥とするようなものであった。それらのものの終局は死である。しかし今やあなた方は罪から解放されて神に仕え、清きに至る実を結んでいる。その終局は永遠の命である。罪の支払う報酬は死である。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにおける永遠の命である。ローマ人への手紙第7章。それとも兄弟たちよ、あなた方は知らないのか。私は律法を知っている人々に語るのであるが、律法は人をその生きている期間だけ支配するものである。すなわち夫のある女は、夫が生きている間は律法によって彼につながれている。しかし夫が死ねば夫の律法から解放されるであるから、夫の存命中に他の男に行けば、その女は淫婦と呼ばれるが、もし夫が死ねばその律法から解かれるので、他の男に行っても淫婦とはならない。私の兄弟たちよ、このようにあなた方もキリストの体を通して律法に対して死んだのである。それはあなた方が他の人、すなわち死人の中からよみがえられた方のものとなり、こうして私たちが神のために身を結ぶに至るためなのである。というのは、私たちが肉にあった時には、律法による罪の欲情が死のために身を結ばせようとして私たちの死体のうちに働いていた。しかし今は私たちをつないでいたものに対して死んだので、私たちは律法から解放され、その結果古い文字によってではなく新しい霊によって仕えているのである。それでは私たちは何と言おうか。律法は罪なのか。断じてそうではない。しかし律法によらなければ私は罪を知らなかったであろう。すなわち、もし律法が貪るなと言わなかったら、私は貪りなるものを知らなかったであろう。しかるに罪は戒めによって機会を捉え、私のうちに働いてあらゆる貪りを起こさせた。すなわち律法がなかったら罪は死んでいるのである。私はかつては律法なしに生きていたが、戒めが来るに及んで罪は生き返り、私は死んだ。そして命に導くべき戒めそのものがかえって私を死に導いていくことが分かった。なぜなら罪は戒めによって機会を捉え私を欺き、戒めによって私を殺したからである。このようなわけで、律法そのものは聖なるものであり、戒めも聖であって正しくかつ善なるものである。では善なるものが私にとって死となったのか。断じてそうではない。それはむしろ罪の罪たることが現れるための罪の仕業である。すなわち罪は戒めによって甚だしく悪性なものとなるために、善なるものによって私を死に至らせたのである。私たちは律法は霊的なものであると知っている。しかし私は肉につけるものであって罪のもとに売られているのである。私は自分のしていることがわからない。なぜなら私は自分の欲することは行わず、かえって自分の憎むことをしているからである。もし自分の欲しないことをしているとすれば、私は律法が良いものであることを承認していることになる。そこでこのことをしているのは、もはや私ではなく私のうちに宿っている罪である。私のうちに、すなわち私の肉のうちには善なるものが宿っていないことを私は知っている。なぜなら善をしようとする意志は自分にあるが、それをする力がないからである。
すなわち私の欲している善はしないで、欲していない悪はこれを行っている。もし欲しないことをしているとすれば、それをしているのはもはや私ではなく、私のうちに宿っている罪である。そこで善をしようと欲している私に悪が入り込んでいるという法則があるのを見る。すなわち私は内なる人としては神の律法を喜んでいるが、私の死体には別の律法があって、私の心の法則に対して戦いを挑み、そして死体に存在する罪の法則の中に私を虜にしているのを見る。私は何という惨めな人間なのだろう。誰がこの死の体から私を救ってくれるだろうか。私たちの主イエス・キリストによって神は感謝すべきかな。このようにして私自身は心では神の律法に仕えているが、肉では罪の律法に仕えているのである。ローマ人への手紙第8章。こういうわけで今やキリストイエスにあるものは罪に定められることがない。なぜならキリストイエスにある命の御霊の法則は罪と死との法則からあなたを解放したからである。律法が肉により無力になっているために成し得なかったことを神は成し遂げてくださった。すなわち御子を罪の肉の様で罪のために使わし、肉において罪を罰せられたのである。これは律法の要求が肉によらず霊によって歩く私たちにおいて満たされるためである。なぜなら肉に従う者は肉のことを思い、霊に従う者は霊のことを思うからである。肉の思いは死であるが、霊の思いは命と平安とである。なぜなら肉の思いは神に敵するからである。すなわちそれは神の律法に従わず、否従い得ないのである。また肉にあるものは神を喜ばせることができない。しかし神の御霊があなた方のうちに宿っているなら、あなた方は肉におるのではなく霊におるのである。もしキリストの霊を持たない人がいるなら、その人はキリストのものではない。もしキリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、霊は義のゆえに生きているのである。もしイエスを死人の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに宿っているなら、キリストイエスを死人の中からよみがえらせた方は、あなた方のうちに宿っている御霊によって、あなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるであろう。それゆえに兄弟たちよ、私たちは果たすべき責任を負っているものであるが、肉に従って生きる責任を肉に対して負っているのではない。なぜならもし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬほかはないからである。しかし霊によって体の働きを殺すなら、あなた方は生きるであろう。すべて神の御霊に導かれているものは、すなわち神の子である。あなた方は再び恐れを抱かせる奴隷の霊を受けたのではなく、子たる身分を授ける霊を受けたのである。その霊によって私たちはアバ父よと叫ぶのである。御霊自ら私たちの霊とともに私たちが神の子であることを証ししてくださる。もし子であれば相続人でもある。神の相続人であってキリストと栄光を共にするために苦難をも共にしている以上、キリストと共同の相続人なのである。私は思う、今のこの時の苦しみはやがて私たちに表されようとする栄光に比べると優に足りない。被造物は実に切なる思いで神の子たちの出現を待ち望んでいる。なぜなら被造物が虚無に服したのは自分の意思によるのではなく、服従させた方によるのであり、かつ被造物自身にも滅びの縄目から解放されて神の子たちの栄光の自由に入る望みが残されているからである。実に被造物全体が今に至るまで共にうめき共に生みの苦しみを続けていることを私たちは知っている。それだけではなく、御霊の最初の実を持っている私たち自身も心の内でうめきながら子たる身分を授けられること、すなわち体のあがなわれることを待ち望んでいる。私たちはこの望みによって救われているのである。しかし目に見える望みは望みではない。なぜなら現に見ていることをどうしてなお望む人があろうか。もし
私たちが見ないことを望むなら、私たちは忍耐してそれを待ち望むのである。御霊もまた同じように弱い私たちを助けてくださる。なぜなら私たちはどう祈ったらよいかわからないが、御霊自ら言葉に表せない切なるうめきを持って私たちのために取りなしてくださるからである。そして人の心を探り知る方は御霊の思うところが何であるかを知っておられる。なぜなら御霊は生徒のために神の御旨にかなう取りなしをしてくださるからである。神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて万事を益となるようにしてくださることを私たちは知っている。神はあらかじめ知っておられる者たちをさらに御子の形に似たものとしようとしてあらかじめ定めてくださった。それは御子を多くの兄弟の中で長子とならせるためであった。そしてあらかじめ定めた者たちをさらに召し、召した者たちをさらに義とし、義とした者たちにはさらに栄光を与えてくださったのである。それではこれらのことについて何と言おうか。もし神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵し得ようか。ご自身の御子をさえ惜しまないで私たちすべてのもののために死に渡された方が、どうして御子のみならず万物をも賜らないことがあろうか。誰が神の選ばれた者たちを訴えるのか。神は彼らを義とされるのである。誰が私たちを罪に定めるのか。キリストイエスは死んで否よみがえって神の右に座し、また私たちのために取りなしてくださるのである。誰がキリストの愛から私たちを離れさせるのか。患難か苦悩か迫害か飢えか裸か非難か剣か。私たちはあなたのために終日死に定められており、ほふられる羊のように見られていると書いてある通りである。しかし私たちを愛してくださった方によって私たちはこれらすべてのことにおいて勝ち得て余りがある。私は確信する。死も生も天使も支配者も現在のものも将来のものも力あるものも高いものも深いものもその他どんな被造物も私たちの主キリストイエスにおける神の愛から私たちを引き離すことはできないのである。ローマ人への手紙第9章。私はキリストにあって真実を語る、偽りは言わない。私の両親も聖霊によって私にこう証しをしている。すなわち私に大きな悲しみがあり、私の心に耐えざる痛みがある。実際私の兄弟、肉による同族のためなら私のこの身が呪われてキリストから離されても厭わない。彼らはイスラエル人であって、こたる身分を授けられることも栄光も諸々の契約も立法を授けられることも礼拝も数々の約束も彼らのもの、また父祖たちも彼らのものであり、肉によればキリストもまた彼らから出られたのである。万物の上にいます神は永遠に褒むべきかな。アーメン。しかし神の言葉が無効になったというわけではない。なぜならイスラエルから出たものが全部イスラエルなのではなく、またアブラハムの子孫だからといってその全部が子であるのではないからである。かえってイサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれるであろう。すなわち肉の子がそのまま神の子なのではなく、むしろ約束の子が子孫として認められるのである。約束の言葉はこうである。来年の今頃私はまた来る。そしてさらに男子が与えられるであろう。そればかりではなく、一人の人、すなわち私たちの父祖イサクによって受胎したリベカの場合もまた同様である。まだ子供らが生まれもせず、善も悪もしない先に神の選びの計画が技によらず召した方によって行われるために、兄は弟に仕えるであろうと彼女に仰せられたのである。私はヤコブを愛しエサウを憎んだと書いてある通りである。では私たちは何と言おうか。神の側に不正があるのか。断じてそうではない。神はモーセに言われた。私は自分の憐れもうとするものを憐れみ、慈しもうとするものを慈しむ。ゆえにそれは人間の意志や努力によるのではなく、
ただ神の憐れみによるのである。聖書はパロにこう言っている。私があなたを立てたのはこのことのためである。すなわちあなたによって私の力を表し、また私の名が全世界に言い広められるためである。だから神はその憐れもうと思う者を憐れみ、かたくなにしようと思う者をかたくなになさるのである。そこであなたは言うであろう。なぜ神はなおも人を責められるのか。誰が神の意図に逆らいえようか。ああ人よ、あなたは神に言い逆らうとは一体何者なのか。作られたものが作ったものに向かって、なぜ私をこのように作ったのかということがあろうか。陶器を作るものは同じ土くれから一つをたっとい器に、他を卑しい器に作り上げる権能がないのであろうか。もし神が怒りを表し、かつご自身の力を知らせようと思われつつも滅びることになっている怒りの器を大いなる寛容をもって忍ばれたとすれば、かつ栄光に預からせるためにあらかじめ用意された憐れみの器にご自身の栄光の富を知らせようとされたとすればどうであろうか。神はこの憐れみの器として、また私たちをもユダヤ人の中からだけではなく異邦人の中からも召されたのである。それはホセアの書でも言われている通りである。私は私の民でないものを私の民と呼び、愛されなかったものを愛されるものと呼ぶであろう。あなた方は私の民ではないと彼らに言ったその場所で、彼らは生ける神の子らであると呼ばれるであろう。またイザヤはイスラエルについて叫んでいる。たとえイスラエルの子らの数は浜の砂のようであっても、救われるのは残されたものだけであろう。主は御言葉を厳しく、また速やかに地上に成し遂げられるであろう。さらにイザヤは予言した。もし万軍の主が私たちに子孫を残されなかったなら、私たちはソドムのようになり、ゴモラと同じようになったであろう。では私たちは何と言おうか。義を追い求めなかった異邦人は義、すなわち信仰による義を得た。しかし義の律法を追い求めていたイスラエルはその律法に達しなかった。なぜであるか。信仰によらないで行いによって得られるかのように追い求めたからである。彼らはつまずきの石につまずいたのである。見よ、私はシオンにつまずきの石、妨げの岩を置く。それにより頼む者は失望に終わることがないと書いてある通りである。ローマ人への手紙第10章。兄弟たちよ、私の心の願い、彼らのために神に捧げる祈りは彼らが救われることである。私は彼らが神に対して熱心であることは証しするが、その熱心は深い知識によるものではない。なぜなら彼らは神の義を知らないで自分の義を立てようと努め、神の義に従わなかったからである。キリストはすべて信じる者に義を得させるために律法の終わりとなられたのである。モーセは律法による義を行う人はその義によって生きると書いている。しかし信仰による義はこう言っている。あなたは心の内で誰が天に昇るであろうかというな。それはキリストを引き下ろすことである。また誰が底知れぬところに下るであろうかというな。それはキリストを死人の中から引き上げることである。では何と言っているか。言葉はあなたの近くにある、あなたの口にあり心にある。この言葉とは私たちが述べ伝えている信仰の言葉である。すなわち自分の口でイエスは主であると告白し、自分の心で神が死人の中からイエスをよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われる。なぜなら人は心に信じて義とされ、口で告白して救われるからである。聖書はすべて彼を信じる者は失望に終わることがないと言っている。ユダヤ人とギリシャ人との差別はない。同一の主が万民の主であって、彼を呼び求めるすべての人を豊かに恵んでくださるからである。なぜなら主の皆を呼び求める者はすべて救われるとあるからである。しかし信じたことのない方をどうして呼び求めることがあろうか。聞いたことのない方をどうして信じることがあろうか。述べ伝える者がいなくてはどうして聞くことがあろうか。使わされなくてはどうして述べ伝えることがあろうか。
ああ、麗しいかな。良き訪れを告げる者の足は、と書いてある通りである。しかし、すべての人が福音に聞き従ったのではない。イザヤは、主よ、誰が私たちから聞いたことを信じましたか？と言っている。従って、信仰は聞くことによるのであり、聞くことはキリストの言葉から来るのである。しかし、私は言う。彼らには聞こえなかったのであろうか。いな、むしろ。その声は全地に響き渡り、その言葉は世界の果てにまで及んだ。なお、私は言う。イスラエルは知らなかったのであろうか。まず、モーセは言っている。私はあなた方に、国民でない者に対して妬みを起こさせ、無知な国民に対して怒りを抱かせるであろう。イザヤも大胆に言っている。私は私を求めない者たちに見出され、私を尋ねない者に自分を表した。そしてイスラエルについては、私は服従せずに反抗するために、終日私の手を差し伸べていた、と言っている。ローマ人への手紙、第11章。そこで私は問う。神はその民を捨てたのであろうか。断じてそうではない。私もイスラエル人であり、アブラハムの子孫、ベニヤ民族のものである。神はあらかじめ知っておられたその民を捨てることはされなかった。聖書がエリアについて何と言っているか、あなた方は知らないのか。すなわち、彼はイスラエルを神に訴えてこう言った。主よ、彼らはあなたの預言者たちを殺し、あなたの祭壇をこぼち、そして私一人が取り残されたのに、彼らは私の命をも求めています。しかし彼に対する見告げは何であったか。バールに膝をかがめなかった7000人を私のために残しておいた。それと同じように今の時にも恵みの選びによって残された者がいる。しかし恵みによるのであれば、もはや行いによるのではない。そうでないと恵みはもはや恵みでなくなるからである。ではどうなるのか。イスラエルはその追い求めているものを得ないで、ただ選ばれた者がそれを得た。そして他の者たちは固くなになった。神は彼らに鈍い心と見えない目と聞こえない耳とを与えて、今日この日に及んでいると書いてある通りである。ダビデもまた言っている。彼らの食卓は彼らの罠となれ、網となれ、つまずきとなれ、報復となれ。彼らの目はくらんで見えなくなれ。彼らの背はいつまでも曲がっておれ。そこで私は問う。彼らがつまずいたのは倒れるためであったのか。断じてそうではない。かえって彼らの罪過によって救いが異邦人に及び、それによってイスラエルを奮起させるためである。しかし、もし彼らの罪過が世の富となり、彼らの失敗が異邦人の富となったとすれば、まして彼らが全部救われたなら、どんなにか素晴らしいことであろう。そこで私はあなた方異邦人に言う。私自身は異邦人の使徒なのであるから、私の務めを光栄とし、どうにかして私の骨肉を奮起させ、彼らの幾人かを救おうと願っている。もし彼らの捨てられたことが世の和解となったとすれば、彼らの受け入れられることは死人の中から生き返ることではないか。もし麦粉の発泡が清ければその塊も清い。もし根が清ければその枝も清い。しかしもしある枝が切り去られて、野生のオリブであるあなたがそれに継がれ、オリブの根の豊かな養分に預かっているとすれば、あなたはその枝に対して誇ってはならない。たとえ誇るとしても、あなたが根を支えているのではなく、根があなたを支えているのである。するとあなたは、枝が切り去られたのは私が継がれるためであったと言うであろう。まさにその通りである。彼らは不信仰のゆえに切り去られ、あなたは信仰のゆえに立っているのである。高ぶった思いを抱かないで、むしろ恐れなさい。もし神が元木の枝を惜しまなかったとすれば、あなたを惜しむようなことはないであろう。神の慈愛と峻厳等を見よ。神の峻厳は倒れた者たちに向けられ、神の慈愛はもしあなたがその慈愛にとどまっているならあなたに向けられる。そうでないとあなたも切り取られるであろう。しかし彼らも不信仰を続けなければ継がれるであろう。神には彼らを
再び継ぐ力がある。なぜなら、もしあなたが自然のままの野生のオリブから切り取られ、自然の性質に反して良いオリブに継がれたとすれば、まして、これら自然のままの良い枝は、もっとたやすく元のオリブに継がれないであろうか。兄弟たちよ、あなた方が死者だと自負することのないために、この奥義を知らないでいてもらいたくない。一部のイスラエル人が堅くなになったのは、異邦人が全部救われるに至る時までのことであって、こうしてイスラエル人は全て救われるであろう。すなわち次のように書いてある。救う者がシオンから来て、ヤコブから不信心を追い払うであろう。そしてこれが彼らの罪を除き去る時に彼らに対して立てる私の契約である。福音について言えば、彼らはあなた方のゆえに神の敵とされているが、選びについて言えば、父祖たちのゆえに神に愛せられるものである。神の賜物と召しとは変えられることがない。あなた方がかつては神に不従順であったが、今は彼らの不従順によって憐れみを受けたように、彼らも今は不従順になっているが、それはあなた方の受けた憐れみによって彼ら自身も今憐れみを受けるためなのである。すなわち神はすべての人を憐れむために、すべての人を不従順の中に閉じ込めたのである。ああ、深いかな。神の知恵と知識との富は、その裁きは極めがたく、その道は計りがたい。誰が主の心を知っていたか、誰が主の計画に預かったか、また誰がまず主に与えてその報いを受けるであろうか。万物は神から出、神によってなり、神に帰するのである。栄光がとこしえに神にあるように。アーメン。ローマ人への手紙第12章。兄弟たちよ、そういうわけで神の憐れみによってあなた方に進める。あなた方の体を神に喜ばれる生きた聖なる供え物として捧げなさい。それがあなた方のなすべき霊的な礼拝である。あなた方はこの世と妥協してはならない。むしろ心を新たにすることによって作り変えられ、何が神の御旨であるか、何が善であって神に喜ばれかつ全きことであるかをわきまえ知るべきである。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言う。思うべき限度を超えて思い上がることなく、むしろ神が各自に分け与えられた信仰の計りに従って慎み深く思うべきである。なぜなら一つの体にたくさんの器官があるが、それらの器官が皆同じ働きはしていないように、私たちも数は多いが、キリストにあって一つの体であり、また各自は互いに器官だからである。このように私たちは与えられた恵みによってそれぞれ異なった賜物を持っているので、もしそれが予言であれば信仰の程度に応じて予言をし、奉仕であれば奉仕をし、また教えるものであれば教え、勧めをするものであれば勧め、寄付するものは惜しみなく寄付し、指導するものは熱心に指導し、慈善をするものは心よく慈善をすべきである。愛には偽りがあってはならない。悪は憎み退け、善には親しみ結び、兄弟の愛をもって互いに慈しみ、進んで互いに尊敬し合いなさい。熱心で産むことなく、霊に燃え主に仕え、望みを抱いて喜び、患難に耐え常に祈りなさい。貧しい生徒を助け、勤めて旅人をもてなしなさい。あなた方を迫害する者を祝福しなさい。祝福して呪ってはならない。喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣きなさい。互いに思うことを一つにし、高ぶった思いを抱かず、かえって低い者たちと交わるがよい。自分が知者だと思い上がってはならない。誰に対しても悪をもって悪に報いず、すべての人に対して善を図りなさい。あなた方はできる限りすべての人と平和に過ごしなさい。愛する者たちよ、自分で復讐しないで、むしろ神の怒りに任せなさい。なぜなら主が言われる。復讐は私のすることである。私自身が報復すると書いてあるからである。むしろもしあなたの敵が飢えるなら彼に食わせ、乾くなら彼に飲ませなさい。そうすることによって
あなたは彼の頭に燃え盛る炭火を積むことになるのである。悪に負けてはいけない。かえって善をもって悪に勝ちなさい。ローマ人への手紙第13章。すべての人は上に立つ権威に従うべきである。なぜなら神によらない権威はなく、おおよそ存在している権威はすべて神によって建てられたものだからである。したがって権威に逆らう者は神の定めに背く者である。背く者は自分の身に裁きを招くことになる。一体支配者たちは善事をする者には恐怖でなく、悪事をする者にこそ恐怖である。あなたは権威を恐れないことを願うのか。それでは善事をするがよい。そうすれば彼から褒められるであろう。彼はあなたに益を与えるための神のしもべなのである。しかしもしあなたが悪事をすれば恐れなければならない。彼はいたずらに権を帯びているのではない。彼は神のしもべであって、悪事を行う者に対しては怒りを持って報いるからである。だからただ怒りを逃れるためだけではなく、良心のためにも従うべきである。あなた方が貢ぎを納めるのもまた同じ理由からである。彼らは神に仕える者としてもっぱらこの務めに携わっているのである。あなた方は彼らすべてに対して義務を果たしなさい。すなわち貢ぎを納むべき者には貢ぎを納め、税を納むべき者には税を納め、恐るべき者は恐れ、敬うべき者は敬いなさい。互いに愛し合うことのほかは何人にも借りがあってはならない。人を愛する者は律法を全うするのである。姦淫するな、殺すな、盗むな、むさぼるななど、その他にどんな戒めがあっても、結局自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ、というこの言葉に帰する。愛は隣人に害を加えることはない。だから愛は律法を完成するものである。なおあなた方は時を知っているのだから、特にこのことを励まねばならない。すなわちあなた方の眠りから覚めるべき時がすでに来ている。なぜなら今は私たちの救いが初め信じた時よりももっと近づいているからである。夜は更け、日が近づいている。それだから私たちは闇の技を捨てて光の武具をつけようではないか。そして円楽と泥酔、淫乱と公職、争いと妬みを捨てて昼歩くようにつつましく歩こうではないか。あなた方は主イエスキリストを着なさい。肉の欲を満たすことに心を向けてはならない。ローマ人への手紙第14章。信仰の弱い者を受け入れなさい。ただ意見を批評するためであってはならない。ある人は何を食べても差し支えないと信じているが、弱い人は野菜だけを食べる。食べる者は食べないものを軽んじてはならず、食べないものも食べるものを裁いてはならない。神は彼を受け入れてくださったのであるから。他人のしもべを裁くあなたは一体何者であるか。彼が立つのも倒れるのもその主人によるのである。しかし彼は立つようになる。主は彼を立たせることができるからである。またある人はこの日がかの日よりも大事であると考え、他の人はどの日も同じだと考える。各自はそれぞれ心の中で確信を持っておるべきである。日を重んじる者は主のために重んじる。また食べる者も主のために食べる。神に感謝して食べるからである。食べない者も主のために食べない。そして神に感謝する。すなわち私たちのうち誰一人自分のために生きるものはなく、誰一人自分のために死ぬものはない。私たちは生きるのも主のために生き、死ぬのも主のために死ぬ。だから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものなのである。なぜならキリストは死者と聖者との主となるために死んで生き返られたからである。それなのにあなたはなぜ兄弟を裁くのか。あなたはなぜ兄弟を軽んじるのか。私たちは皆神の裁きの座の前に立つのである。すなわち主が言われる、
私は生きている。すべての膝は私に対してかがみ、すべての舌は神に賛美を捧げるであろう、と書いてある。だから、私たち一人一人は神に対して自分の言い開きをすべきである。それゆえ、今後私たちは互いに裁き合うことをやめよう。むしろ、あなた方は、妨げとなるものや、つまずきとなるものを、兄弟の前に置かないことに決めるがよい。私は、主イエスにあって、知り、かつ、確信している。それ自体、汚れているものは一つもない。ただ、それが汚れていると考える人にだけ、汚れているのである。もし、食物のゆえに、兄弟を苦しめるなら、あなたは、もはや、愛によって歩いているのではない。あなたの食物によって、兄弟を滅ぼしてはならない。キリストは、彼のためにも、死なれたのである。それだから、あなた方にとって、良いことが、そしりの種にならぬようにしなさい。神の国は、飲食ではなく、義と平和と聖霊における喜びとである。こうして、キリストに仕える者は、神に喜ばれ、かつ、人にも受け入れられるのである。こういうわけで、平和に役立つことや、互いの徳を高めることを追い求めようではないか。食物のことで、神の御業を破壊してはならない。すべてのものは清い。ただ、それを食べて人をつまずかせる者には悪となる。肉を食わず、酒を飲まず、その他、兄弟をつまずかせないのは良いことである。あなたの持っている信仰を神の御前に、自分自身に持っていなさい。自ら良いと定めたことについて、やましいと思わない人は幸いである。しかし、疑いながら食べる者は、信仰によらないから罪に定められる。すべて信仰によらないことは罪である。ローマ人への手紙第15章。私たち強い者は強くない者たちの弱さを担うべきであって、自分だけを喜ばせることをしてはならない。私たち一人一人は隣人の徳を高めるために、その益を図って彼らを喜ばすべきである。キリストさえご自身を喜ばせることはなさらなかった。むしろあなたをそしる者のそしりが私に降りかかった、と書いてある通りであった。これまでに書かれた事柄は、すべて私たちの教えのために書かれたのであって、それは聖書の与える忍耐と慰めとによって望みを抱かせるためである。どうか忍耐と慰めとの神が、あなた方にキリストイエスに倣って、互いに同じ思いを抱かせ、こうして心を一つにし、声を合わせて私たちの主イエスキリストの父なる神を崇めさせてくださるように。こういうわけで、キリストも私たちを受け入れてくださったように、あなた方も互いに受け入れて神の栄光を表すべきである。私は言う、キリストは神の真実を明らかにするために割礼のある者のしもべとなられた。それは父祖たちの受けた約束を保証するとともに、異邦人も憐れみを受けて神を崇めるようになるためである。それゆえ、私は異邦人の中であなたに賛美を捧げ、また皆を褒め歌う、と書いてある通りである。またこう言っている、異邦人よ、主の民と共に喜べ。またすべての異邦人よ、主を褒めまつれ。もろもろの民よ、主を褒めたたえよ。またイザヤは言っている、エッサイの根から芽が出て異邦人を治めるために立ち上がる者が来る。異邦人は彼に望みを置くであろう。どうか望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安等をあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。さて私の兄弟たちよ、あなた方自身が善意にあふれ、あらゆる知恵に満たされ、そして互いに訓戒し合う力のあることを私は固く信じている。しかし私はあなた方の記憶を新たにするために、ところどころかなり思い切って書いた。それは神から私に賜った恵みによって書いたのである。このように恵みを受けたのは、私が異邦人のためにキリストイエスに仕えるものとなり、神の福音のために祭司の役を務め、こうして異邦人を聖霊によって清められた
御胸にかなう捧げ物とするためである。だから私は神への奉仕についてはキリストイエスにあって誇りうるのである。私は異邦人を従順にするためにキリストが私を用いて言葉と技、印と不思議との力、聖霊の力によって働かせてくださったことのほかにはあえて何も語ろうとは思わない。こうして私はエルサレムから始まり巡り巡ってイルリコに至るまでキリストの福音を満たしてきた。その際私の説に臨んだところは他人の土台の上に立てることをしないでキリストの皆がまだ唱えられていないところに福音を述べ伝えることであった。すなわち彼のことを述べ伝えられていなかった人々が見、聞いていなかった人々が悟るであろうと書いてある通りである。こういうわけで私はあなた方のところに行くことをたびたび妨げられてきた。しかし今ではこの地方にはもはや働く余地がなく、かつイスパニアに赴く場合あなた方のところに行くことを他年熱望していたので、その途中あなた方に会い、まず幾分でも私の願いがあなた方によって満たされたらあなた方に送られてそこへ行くことを望んでいるのである。しかし今の場合生徒たちに仕えるために私はエルサレムに行こうとしている。なぜならマケドニアとアカヤとの人々はエルサレムにおる生徒の中の貧しい人々を援助することに賛成したからである。確かに彼らは賛成した。しかし同時に彼らはかの人々に負債がある。というのはもし異邦人が彼らの霊のものに預かったとすれば肉のものをもって彼らに仕えるのは当然だからである。そこで私はこの仕事を済ませて彼らにこの身を手渡した後、あなた方のところを通ってイスパニアに行こうと思う。そしてあなた方のところに行くときにはキリストの満ち溢れる祝福を持って行くことと信じている。兄弟たちよ、私たちの主イエスキリストによりかつ御霊の愛によってあなた方にお願いする。どうか共に力を尽くして私のために神に祈ってほしい。すなわち私がユダヤにおる不信の徒から救われ、そしてエルサレムに対する私の奉仕が生徒たちに受け入れられるものとなるように、また神の御旨により喜びをもってあなた方のところに行き共に慰め合うことができるように祈ってもらいたい。どうか平和の神があなた方一同と共にいますように。アーメン。ローマ人への手紙第16章。ケンクレアにある教会の執事、私たちの姉妹フィベをあなた方に紹介する。どうか聖徒たるにふさわしく主にあって彼女を迎え、そして彼女があなた方にしてもらいたいことがあれば何事でも助けてあげてほしい。彼女は多くの人の援助者であり、また私自身の援助者でもあった。キリストイエスにある私の同労者プリスカとアクラとによろしく言ってほしい。彼らは私の命を救うために自分の首をさえ差し出してくれたのである。彼らに対しては私だけではなく異邦人のすべての教会も感謝している。また彼らの家の教会にもよろしく。私の愛するエパネトによろしく言ってほしい。彼はキリストに捧げられたアジアの初歩である。あなた方のために人方ならずロークしたマリアによろしく言ってほしい。私の同族であって私と一緒に投獄されたことのあるアンデロニコとユニアストによろしく。彼らは使徒たちの間で評判がよく、かつ私よりも先にキリストを信じた人々である。主にあって愛するアムプリアトによろしく。キリストにある私たちの同労者ウルバノと愛するスタキストによろしく。キリストにあって伝達のアペレによろしく。アリストブロの家の人たちによろしく。同族のヘロディオンによろしく。ナルキソの家の主にある人たちによろしく。主にあってロークしているツルパナとツルポサトによろしく。主にあって人方ならずロークした愛するペルシスによろしく。主にあって選ばれたルポスと彼の母とによろしく。彼の母は私の母でもある。
アスンクリト、フレゴン、ヘルメス、パトロバ、ヘルマス、および彼らと一緒にいる兄弟たちによろしく。ピロロゴとユリアとに、またネレオとその姉妹とに、オルンパに、また彼らと一緒にいるすべての生徒たちによろしく言ってほしい。清い接吻をもって互いに挨拶を交わしなさい。キリストのすべての教会からあなた方によろしく。さて兄弟たちよ、あなた方に勧告する。あなた方が学んだ教えに背いて分裂を引き起こし、つまずきを与える人々を警戒し、かつ彼らから遠ざかるがよい。なぜならこうした人々は私たちの主キリストに仕えないで自分の腹に仕え、そして甘言と美事とをもって純朴な人々の心を欺く者どもだからである。あなた方の従順はすべての人々の耳に達しており、それをあなた方のために喜んでいる。しかし私の願うところは、あなた方が善に悟く、悪には疎くあってほしいことである。平和の神はサタンを速やかにあなた方の足の下に踏み砕くであろう。どうか私たちの主イエスの恵みがあなた方と共にあるように。私の同労者テモテおよび同族のルキオ、ヤソン、ソシパテロからあなた方によろしく。この手紙を筆記した私テルテオも主にあってあなた方に挨拶の言葉を送る。私と全教会との家主ガイオからあなた方によろしく。死の会計係エラストと兄弟クワルトからあなた方によろしく。私たちの主イエスキリストの恵みがあなた方一同と共にあるように。アーメン。願わくは私の福音とイエスキリストの宣教とにより、かつ長き世々にわたって隠されていたが今や表され、預言の書を通して永遠の神の命令に従い信仰の従順に至らせるために、ボロボロの国人に告げ知らされた奥義の啓示によってあなた方を力づけることのできる方、すなわち唯一の知恵深き神にイエスキリストにより栄光が永遠より永遠にあるように。アーメン。